いい年こいてダンスやってるはずと申します。今日ちょっとあの肩壊して調子悪いんですけども、代わりに渡るさんが頑張ってくれるということで、はい、今日は期待してやってみようと思います。渡るさんです。渡るです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日2回目なのでもうね、だいぶカメラにも慣れてきて、はい、だいぶ余裕が出てきました。今日は前回僕前にホースのリズムっていう風にこういうレクチャーしたんですけども、ホースのリズムっていう風に言ってるのは相当古い年代の人たちだけで、今の若い人たちはジャッキングって呼んでます。これをジャッキングハウスのジャックって呼ぶ。今日は渡るさんにレクチャーしてみようと思います。前回のまずホースのリズム、一応渡るさんに見てもらいましたよね。はい、まずケツを突き出してこの辺を前にこう出して、で正面に上がって上から叩きつける。でジャッキングの場合はもうちょっとこれ細かくなります。まず下半身の動きだけやります。下半身の動きはなんとなくでいいんですけど、このように後ろにこう円を描くような形、下半身だけ見ると分かります。そう、ちょっと渡るさんやってみてください。こういう回転ですね。そうなんとなくでいいです。下半身はこういう風に前から後ろ、前から後ろ、こういう円で、それとは逆で上半身は後ろから前、後ろから前、後ろから前、これを正直ちょっと難しいんですけど同時にやります。この下半身は後ろ、ここまで来たら上半身が始まる。同時にやるとこういう動き、こういう動き、下半身は後ろ回りで上半身は前回り。多分前から ちょっとやってみてください。あ、でもできてますよ。はいはい。で、両方ね、この逆の回転のことを意識してやってる方はあんまりないと思います。まずね、どっちが下だけ、腰の下半身の逆回転だけちょっとこう頭でイメージしながら、ただ上半身はそんなに軽くでいいんですけども、まず腰だけで逆回転っていうのを意識してやる。で、それに慣れてきたら今度上をとにかく回す。まあ最初はね、このスピード結構できないと思います。もうびっくりし、すごい疲れますこれ。奥さんが寒いと思うので一応部屋暖房つけてるんですけど、もう僕ら冷房でもいいよね。こういう動きね。で、今回転の説明しましたけども、ジャッキングはやっぱりこの頭で叩きつけるってところをちょっとアクセント、まあ慣れてからでいいんですけども、ただこう回してるんだけじゃちょっとつまらないので、ドンドン、ここでこう打ちつける。僕はね、イメージは空き缶をこう頭で潰すっていうような感じでやってるんですけども、ぐしゃぐしゃぐしゃって感じ。じゃあちょっと正面で、せーの、えい、わ、つ、と、わ、し、もう一回、わ、つ、上から叩きつける、5、6、7、8、すごいここできます。じゃあ横向き、せーの、えい、わ、つ、み、お、わ、し、せーの、もう一回、わ、つ、み、と、はい、やってみると分かりますね。はい、ここのね、筋肉ものすごい痛いんですけど、これをジャッキングと呼ばれています。ただ昔ね、ジャッキングって言葉自体なかったので、昔からねハウスやってる方たちはホースのリズムっていう風に言ってたので、僕はクラブでホースの、これがホースのリズムだよって教わったので、僕はずっとホースのリズムっていう風に
解釈してたんですけども、今はね、もうなんかこれジャッキングって名前がで呼ばれてるみたいなので、今日もう一度紹介だけしてみました。はい、では以上ハウスのジャッキングのレクチャーでございました。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。